私たちは、日本最大級の美容系総合サイトのアットコスメの運営している、化粧品専門店ですね、アットコスメストアという化粧品専門店を香港で運営しています。まず一番最初第一には、香港が日本の化粧品が世界に出ていくための、アジアでの最も、大きな重要な、ゲートウェイであると感じている点が一つと、二つ目は、隣接する中国ですね、中国へのゲートウェイでもあると感じている点ですね。で、三つ目は何より香港がマーケットとして非常にポテンシャルが高い国だと思っている点が、理由です、選んだ理由です。そうですね、我々がもともとアットコスメというオンラインメディアからスタートした会社なので、このフィジカルのリテールストアにおいてもですね、ここがいろいろな情報と出会う、化粧品との情報と出会う場所になれればいいなと思っています。で、ここを起点としてここから世界中に情報が発信していくような場所になれればいいなと思ってますし、またここに来るといろいろな化粧品、新しい化粧品と出会えて楽しいなというようなお店にしていければなと思っています。で、その結果として香港の皆さんがにここで長く愛されるお店になれればいいなと思っています。香港は、端的に言うとものすごく魅力的な国だと思います。もちろんご存知の通り家賃も高いですし、いろいろと物価も高いですけれども、普通に日本の感覚で考えるとすごく高くて、及び腰になってしまうなと思うこともあるかと思うんですけれども、そこを臆せずに香港にトライして、で、すぐにビジネスをすると、日本では見たことないような景色が見えたりするような、とても魅力的な国だなと思ってます。なのでぜひ香港にいらしてビジネスをスタートされるといいと思います。私は2014年と2015年に香港に住んでいたんですけれども、一度帰国しまして、でまたこの2018年の1月から香港に戻ってきて住み始めてます。香港は、とてもコンパクト、国全体がとてもコンパクトなので、とても暮らしやすいです。で、そうですね、私が日本を除くアジアの中でダントツに一番好きな国が香港です。で、そうですね、摩天楼のような本当都市部分もありますし、ちょっとその隣の離れると綺麗な海だったり綺麗な山だったりもあったりして、ものすごく環境はすごく素敵です。で、同時に食事もですね、日本人であれば何を食べても、口に合うと思います。全てが美味しいと思います。なので、香港はすごい素敵な場所ですね。で、最も好きなポイントは、やっぱりエネルギーに満ち溢れているところだと思います。ここは本当にたくさんの人がいて、いろいろな思いを持って集まってきている人たちがたくさんいますので、そういうところでビジネスをすることとか住むことはすごく刺激的で、とても魅力的だと思います。